美味しいね。うん、これはびっくりだ。すごいじゃん。おはようございます。136日目の朝です。今日の予定は、本日は房総半島の南側の観光をしたいと思います。はい、まずは房総半島の最南端に行ってみたいと思います。はい、近くにピーナッツのソフトクリームと、うん、ハンバーガー屋さんがあるみたいなので、うん、お昼とおやつはそちらに行きます。はい、なんかすごい濃厚そうですね、ピーナッツは、はい、うん、楽しみですから行きましょう。はい、はい、その後は沖ノ島っていう陸続きの島に行ってみたいと思います。大丈夫？海がめっちゃ綺麗みたいです。はい、この辺はすごい暑くて、うん、多分海辺は気持ちいいですね。そうですね、なんか昨日の夜とかもう今も半袖ですけど、はい、夜ですら半袖、はい、めっちゃ暑いですこの辺。暑いね、鴨川市、うん、では今日はそんな一日ですのでよろしくお願いしま す。最南端行く前にちょっと寄り道、なんとここは道の駅なんです。うん、道の駅ローズマリー公園。すごいね、なんかおしゃれな建物がいっぱい。ローズマリーって花の名前じゃない？なんかおしゃれだよな、それだけで。うん、奥にもいっぱいありますね。行ってみよう、なんかいい感じの建物を探しに行こう。はい、ザ・フォーマルガーデン・オブ・ニュープレイス。インフォメーションだ。インフォメーション、庭園ですね。のすごいね、なんでこんな建物があるんだろうね。ね、なんでだろうね。もともと誰かが住んでたのか。よくあるよな、なんちゃら亭みたいな。なんちゃら亭。結構広かったね。結構広かった。シェイクスピア、なんちゃらガーデンみたいな。うん、書いてました。なんかやな。元々はなんかそういうシェイクスピアの場所だったんかな。うん、道の駅になったのかな。そうだね。なんかあからさまだもんな。うん、こう取ってつけた感が。じゃあちょっとなんか売ってるやつ見に行こうか、うん、美味しそうなのないかなって。見に行こうかな。夜にはいいね、うん、なんか癒されました。静かで、静かでいいです。行きましょう。はい、なんか吸い寄せられるように買っちゃったよ。ピーナッツシェイクです。美味しそうね。シェイクって美味しいのにそれがピーナッツということで、ついうっかり買ってしまいましたが、わお、すごいピーナッツいっぱい出てくる。なんかもう見るからにはもんね、つぶつぶで。うま。すごいね。おいおいおい。ピーナッツやないかい。うん、ピーナッツ飲んでるな。うん。美味しい。今日はピーナッツソフトも食べるというのに。あとなんか今日の夜野菜食べたいなと思ってレタス買いました。あとクジラがね人気みたいだから、うんうん、クジラコロッケを。今揚げてもらってる最中です。はい、次はクジラコロッケを食べます。はい、じゃあクジラコロッケ食べまーす。はい、うん、わからんね。うん、わからなさそう。それはさすがに。なんかこの黒いのかな。ぽいね。コロッケになるとわからんか。なんかでも、うん、味はすごい美味しい。味はすごい美味しい。なんだろう、胡椒。あ、胡椒。それもじゃあクジラではないということですか。これがクジラの味なんやったら、うん、クジラはめっちゃうまい。ということになってしまう。そうだな。うん、じゃあ食べていこう。ほいで移動しようか。うん、移動します。はい、綺麗だな。最南端行くまでの道があまりに良すぎてちょっと寄っちゃいました。ここはどこかの公園いや駐車場。サムネイルを撮ったナレーションです。なんかトイレもあってね、キャンプ禁止って書いてるけど、まあ一般開放されてる駐車場だと思います。いいね、すごくいい天気。すごくいい天気ね。ちょっと車内汚いけど。冬になるにつれ上着が散乱しております。はい、私たちが本来着るべきである上着が散乱しております。パジャマもね。まあちょっとまだ昼前なんでね、のんびりしながら最南端行きましょうか。癒されるねここ、うん、めっちゃ癒される、うん、というわけでした。じゃねー。じゃん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 。
南房総国定公園に着きました。長い TA としてもらさないとさ。着きました。ここが房総半島の最南端です。ちょっと歩くみたいよ。ちょっと歩くんだ、うん、じゃあ行こう。行きましょう。なんかすごいね、南国です。カテゴリーはこういう先端系。うん、確かに先端系クエスト。先端クエスト、先端クエスト。カテゴリーは綺麗だな、うん。何がいいって天気がいい。それ、うん、天気いいね。うん、すべてがすがすがしくね。もうちょっとじゃあ歩いていこう。あ、もうちょっとあるね。岩の上にベンチがあるので登ってみます。はなちゃんはワンピースの日に限ってこういうクエストに出くわします。でも行けそうだね。よいしょ、人が歩いた跡があるわ。おお、朝日と夕日の見える岬だって。すごい、こんな場所があるんだね。うん、癒されますわ。今日は癒しの旅になったな。そうだね。よいしょよいしょ。はあ、すごいな、ここ。これそれこそ朝日夕日の時間はさ、最高のスポットじゃない。最高やな。うん、ちょっとゆっくり過ごしましょうか。じゃあ、うん、次はピーナッツ、ピーナッツかな。ピーナッツソフト買いに行きましょうかね。はい、じゃあ、そうします。はい、着きました。ピーナッツアイスクリームの木村ピーナッツです。キムピーのピーナッツソフト、うめえぺー。さあ、どうですかね。おお、やってるね。今日もいい体勢ですね。今日はしんどい、これは。じゃあ行きましょうか。買ってきますね、じゃあ。本当だね。ピーナッツソフトクリーム。いっぱいあるね。まあ、悩みます。じゃーん。じゃん。ピーナッツソフト、結局ソフトクリームにしました。うん、無難にね。470円。はい、どうぞ。いかがですか。うん、おいしい。あのピーナッツクリームを食べてるみたい。おいおいおい、チョコパンに乗るやつじゃないかこれ。冷たいこの味が新鮮やね。うん、いや、おいおいしいね。うん、これはびっくりだ。一線を画する味です。一線を画する味。うん、まあ、ま、最高ということでした。ありがとうございます。これは視聴者さんが教えてくれました。はい、美味しい。よかったね。いいね。じゃあ食べていこう。着きました。沖ノ島です。こんな真ん前で駐車場止めていいのは嬉しいね。ここが陸続きになってて向こうに渡れるみたい。ぐるっと回れるかな。どうだろう。なんかさっき地図見たけど真ん中が道っぽかったけどね。行けそうではあるね。ちょっと冒険しようか。うん、探検探検。冒険です。ほう、右回りで外周行ってみようかなっていう作戦。道あるんかな、これ。どうなんだろうね。うん、人が来てるから大丈夫だと思う。これいる？これ武器。戦いに行こうぜ。えいや。弱そう。めっちゃ綺麗です、海が。すごい綺麗。ね。東京湾らしいよ、こんな綺麗やけど。あ、東京湾なんか。場所的にはそうだね。らしいよ。いいじゃん。じゃあ回っていきましょう。はい。よし、決まったらしいです。まあ、なんせ綺麗ってことを伝えましょう。なんせ綺麗です。こんな綺麗、嬉しくなっちゃうね。なんかさ、あそことか道、道ある。森の中に道もあるし、あっちも道ある。こっちもある。けど外側からさらに外周回ろう。うん、楽しいんだ、冒険だから。
すごい細道。何があるのかな。あった？わあ、これだ。うわ、すげえ。なんじゃこれ。すんごい綺麗だ。すげえ。うん。行ってみる？行ってみよう。わあ、横穴もあるね。あるね。そこ繋がってんのかな。こっちもある。ほんまや。わあ。すごいじゃん、千葉。千葉すげえ。変なの。変だね。途中の横穴も気になる。気になるね、行ってみよう。うん、ね、あっちゃん調べによると、これは何のための洞窟なんですか？なんか戦時中の跡らしいよ。おお。ここからさ、敵を見てたって、うん、そう聞いたよ。そう聞いたよ。ちらっと。そっから見張ってた。うん。どう？これ使う？これどう使うの？それで眺めたら見えるんじゃない？あ、そういうことね。うん。どう？見える？え、何にも見えない。でもすごい。うわ。うわなんつう眺めだ。あ、映るね。すごいね。すごい。あ、こっちから見たらまた違うね、うん、ほら、すごいわ。こんなんです、ね、地層みたいなのがすごい。すごいね。まあでも人工的に掘った穴ってことか。うん、みたいよ。じゃあちょっとさ、写真撮影だけして戻りましょうか、はい、そうしましょう。で、バーガー食べ行こう。やっとハンバーガー食べ行こうね。じゃあね、さよなら。自然のコマンドさん。すごいな。いいね。それでは着きました。リンゴパカです。道の駅三好村、うん、の中にあります。はい、それでは注文しましょう。匂いが良すぎる。すごいね。それではスーパービンゴバーガーとポテトにしました。でかすぎます。しらうわ、パティが 200g が2つです。あとベーコンが乗ってるやつとチーズも2枚。チーズも2枚って聞いてる。でかすぎるよな。重っ重っ。このぐらい。やばい、これ今までで一番でかい。で手とこれ一緒ぐらい。いや、もうでかいね、手より。うん、よかった、一個にして。いや、もう顔と並んだらもう意味わからんことない。かじれますか。じゃあ、いただきます。うん。なんか、ちっちゃくなった。あなた、うん、ちょっと顔ちっちゃくなったかもしれん。バーガーでかすぎない？もうパンしかかじれてない。なんかパティが 100% 国産牛で美味しいって書いてある。多分これスーパービンゴじゃなくても一緒やね、大きさは。うん、ただ肉の数とかが増えとるだけやから。美味しいけど、うん、でかいが一番肉で。肉美味しい。うまい。ココスみたいなポテト。うん、うまいね。カリカリポテトだ。うん、おどうやろ。そうか、だって 400g あるもんな、もうすでに、うん、お肉だけで。そう、うまっ。うーん、肉々しいね。うん、これはスーパービンゴということで。それはじゃあこちらをね、食べていきましょうか、うん、はい。で、道の駅とお風呂が一緒なんやね、うんうん、ちょっと探したところが、はい、そちらの方に移動していこうと思います。はい、では食べていく。それでは道の駅保田小学校に移動してきました。はい、本当はここにもお風呂があってね、うん、4時までで入れなくて、はい、あれっつってちょっと戻って番屋っていうところのお風呂に入って、はい、スーパーに寄って夜ご飯です、はい、朝買ったレタスをふんだんに散りばめて 40% 引きの生ハムと半額のサラダチキンに出会えたので、はい、豪華な夜ご飯になります。たらふく食べようと思います、はい、では今日はこれを食べておしまいです、はい。
明日は地獄のぞきというところに行って千葉の北の方に抜けていこうかと思います。はい、では今日も一日ご視聴いただきありがとうございました。さようなら。